皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントは連日の高値更新もです。ということで11月25日水曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終わり値は 26,296 円86銭、昨日比プラス131円27銭続伸で終えました。今日のポイントであります連日の高値更新も…について、各チャートを見ていきましょう。まずは5分足チャートに切り替えて今日1日を振り返ってみます。朝方ですね、終わりました。ニューヨーク市場はダウ、ナスダックいずれも大幅続伸。特にダウは史上初となります3万ドルを突破、歴史的な数値となりました。これらの流れを受けまして日経平均株価はここですね、今日の寄り付きの価格がこちらになります。プラス300円93銭の 26,468 円52銭と大きく値を上げてのスタートとなりました。でその後もですね、こちら少し切り替えましょう。このようにですね、上げ幅を広げ、買いの勢いは続いて9時26分ですね、9時26分には今日の高値 26,706 円42銭ということですね。プラス540円83銭高ということですね。その後は揉み合いながら売られる展開ですね。とはいえしっかり刺されられながらの前日でということになりました。しかし5番ですね、堅調とは言えず勢いがこのように弱くですね、高値を切り下げる展開となりまして、じりじりと上げ幅を縮小。とはいえプラス圏にて下値サポートもしっかりと機能しながら、結果プラス131円27銭の 26,296 円86銭と続伸で終えたということになります。終わり値でですね、1991年5月以来およそ29年半ぶりの高値を連日更新しているということになります。で昨日つけたですね高値、バチュー高値ありますね、イコールバブル崩壊後の高値、これは 26,261円78銭ということで、これを今日上回ったということになります。今日のバチュー高値は 26,706円42銭、大きく上回りました。で今日のデイトレ生放送でですね、朝一番にお伝えしました内容になるんですけれども、多くの報道機関ですね、ニューヨーク市場3万ドル、ダウがですね、3万ドル突破と大きく謳われていますので、空売り目線の心理が改善傾向に向かってきたということでですね、売りから買いへとなってくるはずなので、今日の場中の値動きには注意ということですね。その話を朝一させていただいたんですけれども、やはり朝高く、そしてじわじわ下げたと、陰線、上髭陰線で今日終えております。で、明日以降もですね、再び一服が入ってもちょっとおかしくないのかなというふうに言えます。ですので、この勢いがですね、いずれ大きな目線、この後冷やしチャートでお伝えしますけれども、大きな流れは上向きなんですけれども、高売りしたとしても結果朝の寄り値よりは下げて終えるということも今後ですね、考えられます。この辺のところもですね、注意しながら、トレードされる場合には気をつけていただきたいということで、次に冷やしチャート見ていきましょう。こちら冷やしチャートになります。もう少し拡大してみましょう。これですね。現在ローソク足は上向きの25日線の上、75日線の上にローソク足位置しておりまして、トレンドは上昇ですね、上向きとなっております。でマックリはゴールデンクロス中、一目均衡表は三役好転中となっております。また再び戻します。ですので目線は買い目線ということになります。しかしですね、各移動平均線の乖離がですね、また広がってきておりますので、今後移動平均線に向かい、先ほどお伝えしましたように、押し目を作る場面が今後出てくるはずです。ただですね、この後お伝えする週足、月足でもですね、分厚い下値サポートが機能していますので、押してもやっぱりそこまで
で、その後反転していくのかなというふうに見ております。まあ、この上昇の流れがですね、押し目を作りながらも継続していくと、波を打ちながら、今日の高値、さらにですね、今日の高値をも捉えに行くというふうに見ております。次に週足チャート見ていきましょう。まあ、日足は上目線ということです。週足に切り替えます。週足は、これもお伝えしておりますように、2018年、1月からずっと2年間にわたって上値を抑えられていました。2万4000円どころから2万4200円どころ、先々週ブレイクしたということですね。さらに一段強くなっている状態。で、現在緩やかな上向きの39周線の上にローソク足が位置しておりまして、マックディはゴールデンクロス中、そして一目均衡表は三役交点中、日足同様、目線は下位目線ということになります。次に月足チャート見てみましょう。月足チャート、こちらになります。緩やかな上向きの24ヶ月線の上にローソク足が位置しておりまして、マックディはゴールデンクロス中。とはいえですね、ただ、一目均衡表はこのように、日足、週足と異なり、三役、交点中ではありません。地高線、上向け、赤雲の上にローソク足がある。だけども、基準線転換線見ると、同数値のままということになっておりますので、まだ三役交点はしておりませんが、日足週足から見ると、まあ、買い目線といって良い状態。また、週足同様ですね、移動平均線、このように下にサポートが次元しておりますので、下では固く今後の上昇が期待できると、押し目をつけてもやはり上向きだということになります。以上から、日足チャートに戻しまして、明日以降の日経平均の上下のめどとしましては、上値めどは2万、まあ、ちょっと切り上げましてですね、今日、場中2万6500円。を捉えて2万6700円台まで行きましたので、さらにその上2万7000円までと。で、下の目処は2万5000円まで変わらずというふうに見ております。さて、デイトレードにおきまして、皆さんいかがでしたでしょうか。今日のデイトレ生放送ですね、ご視聴いただきまして皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日も皆さんしっかりとお利益確定できていましたね。改めましておめでとうございます。買いも、空売りもしっかり取れていたということで、素晴らしい結果だったと思います。デイトレ生配信はですね、次回、来週となりますので、手締まりルールをしっかり守りながらですね、来週に向けてトレード、まあ、注意してですね、行ってください。そして明日は、まあ、デイトレ塾となります。26日用に現在、広報銘柄を、まあ、定位銘柄含めてですね、今現在10銘柄ほど監視をしている状態、まあ、監視予定となります。注目銘柄、10銘柄、一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、今日もストップ高となりました。5491、日本金属、1334円。そして二つ目、5986、結果、ストップ高つけましたね、モリテック。三つ目、5952、アマテイ。これも強かったですね。そして、5341、アサヒエイト。これも強かったですね。出来高ちょっと100万株まで満たしておりませんけれども、84万株となっております。次が5つ目。6495、宮城バルブ製作所です。そして、6銘柄目。3853、アステリア。7銘柄目。こちらが9107、川崎汽船、まあ、川船になります。6727のワコムです。こちら日経500採用銘柄になります。今のワコムが8銘柄目。次、9銘柄目。6400。富士世紀。まあ、上にも下にも髭をつけた陰線で終えておりますが、まあ、これ、かなり激しくですね、今日、5番、動いております。まあ、この激しさがですね、明日の前場入ってくるかどうかわかりませんので、これ入れております。そして、ラスト10銘柄目。3659。ネクソン。になります。こちらもですね、日経平均採用銘柄となりますので、まあ、日経平均採用銘柄は2つと2銘柄ということになります。9107カワープネと3659ネクソン。この2銘柄が日経平均採用銘柄となっております。まあ、それでも大きく2つとも動いておりますね。カワープネは 6% プラス、ネクソンは 3.69% プラスとなっております。明日の注目銘柄は以上10銘柄となります。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録とぜひ高評価ボタンを押していただけましたら幸いです。
最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。